はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、前回の、酎ハイ49の、ドライ味クリアドライ味ね、札幌の、49、ですね、高純度ウォッカ使用、アルコール度数が 9%、 原材料がウォッカと糖類と炭酸と酸味料と香料と、苦味料です。まあ、これについてはもう前回に説明したからね。まあ、どこが、まあ、99.99% のね、ウォッカを使ってると。まあ、高純度のね。まあ、多分スピリタスかなんか使ってるんでしょう。うん。おそらくスピリタスを使ってるんではないかな。思うんですが。まあ、あんまり美味しくなかった。ことなんで。まあ、こっちにはちょっとあんまり期待できないですね。はい、乾杯。こっちはあれだな。ライムっぽいな、味が。レモンじゃなくライムっぽいね。味がね、クリアドライって書いてあるんだけど、ライムっぽい。ライムチューハイに実によく似てる。うん。レモンよりやっぱ苦味がちょっと強い。で、酸っぱい上にちょっと苦いんで、まあやっぱ多分、うん。まあライムだとは思いますけど。まあだとは思いますっていうか、いや、果汁入ってないんだけど、まあ多分、ここの苦味量って書いてあるから、まあ、そのライムをちょっとイメージして作ったんだろうね。おそらく。うん。ちょっとだけ甘いです。ちょっとだけ甘いんだけど、まあ、ほとんど酸味。まあ、レモンのような酸味と、まあ、ライムですね。ライムのような酸味。と、ちょっとほろ苦いというか、まあ、よくある、皮。ライムの皮をかじった時のあの苦さのような味がします。レモンに比べると、こっちの方が、こっちの方がまだ飲みやすいかもしれないですね。個人的に。うん。割かし、美味しいような気はするんですけど、うん。レモンの味よかは、こっちの方が飲みやすい。なんか知らないけど、こっちの方が飲みやすいですね。よくわかりません。自分でもよくわかんないけど、まあ。うん。まあ、飲みやすいって言っても、普通のチューハイの方がはるかに飲みやすいんですけど、甘さが強いんでね。もう普通のチューハイの方がね。ちなみにこちらがベースとなるウォッカは2段階の、白樺炭炉化を行っていると書いてあります。うん。白樺炭ね。まあ、いわゆるこれ、ウォッカってもともとあれだからね。ウォッカっていうのはそもそも、ウォッカっていう酒になるためには白樺の炭でろ過をしないと、ウォッカとは呼べない、法律上、もうウォッカとは名乗れないんで。まあこれは当たり前なんですけど。まあウォッカは2段階の白樺炭炉化と書いてあります。ちなみに、俺が好きなウォッカはスカイウォッカっていうやつなんですけど、あれは何回ウォッカ、したんだっけ？ろ過したんだっけな。あれ、回数があるんですよね。うん。スカイウォッカ。スカイウォッカの作られ方が、これはあれですね。4回蒸留、3回ろ過って書いてありますね。だからかなり、そこら辺で買えるレベルの、ウォッカだと、
よりも、まあ、少なくともこの9999のこの49よりは、あの、スカイウォッカーの方がはるかに、あの、ろ過してる回数3回で、4回も蒸留してるという。うん。これは非常に美味しい。まあ、個人的には大好きなんですけど。まあ、しかも値段が安い。値段が、あの、比較的安い。あ、スカイウォッカー飲みたくなってきたな。ちなみにそこにあるんですけど、あの、ウィルキンソンウォッカーは、あの、まずいです。あれはよくあんなにまずく作ったなという、逆に褒められるレベルの、あの、クソまずい、ウィルキンソンウォッカーはもうクソまずいですね。よくこんなクソまずいウォッカー作れたなっていうレベル。びっくりするほど癖があるっていうね、ウォッカーですね。これ二度と買わないでしょ。うん。ただね、安いんですよ。アマゾンでも、798円で売ってますね。ウィルキンソンウォッカー。で、アブソルートウォッカーという、まあ、有名なね、ウォッカーですけど。こちらが1239円。で、スピリタスがちなみに 500ml で、2160円となってます。で、僕の好きな、その先ほど言ったスカイウォッカは、1640円。割と高いですね。これ店で買えば全然安いんだけど、アマゾンだとちょっと高いですね。スカイウォッカは普通店だったら1000円か1000円切るぐらいで売ってるんですけど。まあ、アブソルトウォッカも実に美味しいんですけどね。うん。まあ、とかなんとか言ってると、これ、あの、ウォッカが飲みたくなってくるんですが。ウォッカなんか買おうかな。ちなみに、スミノフウォッカっていうのがあるんですけど、これは、あの、韓国製だったかになって、なので、二度と買わないです。スミノフは昔、あの、イギリスの、ウォッカだったんだけど、まずくなったんで、二度と買わないです。で、ちなみにズブロッカという、やつも売ってます。こちらが、ちょっと、桜餅っぽい風味がするんで、これもすげえ好きなんですけど。ズブロッカね。ただ 500cc。このズブロッカっていうのは 500cc でしか売ってないんで、まあ、ちょっと高いかもね。943円。まあ、500cc で943円だったら、まあまあ、うん、まあまあまあぐらいでしょ。うん。まあまあまあぐらい。まあ、お酒なんて、ウォッカとかでも普通に、あのね、スーパーで売られてるんで、大体スーパーとアマゾンで見比べて、どっちが安いか、まあ見比べて、あれですね。買った方がいいですね。割と、そこら辺の、酒扱ってるスーパーだったら、まあ 100% 売ってますから。久々にアブソルトウォッカもちょっと飲みたいですね。まあ、ウォッカといっても、ね、先ほど述べた通り、まずいウォッカもあれば、うまいウォッカもあるんで。まあ、俺は二度とウィルキンソンウォッカは買わないですね。まずいんで。まずいか買わなくていい。香りちょっと。まあ、でもこれも普通ぐらいでしょ、これ。ああ2233です。ご視聴ありがとうございました。